魚の稚魚を放流して、その魚は水俣病になりはしませんか。父母が魚をこしらえるでしょう、うん、で頭とか、うん、内臓とかそれをもう食べると、うん、もう必ず入ってたんですよ猫が。体中ものすごいしびれで全身、これが定型的な水俣病ですよ。泣けてきた。娘も殺して自分も死ぬとか、いろんなそういうそのしょっちゅう考えんだよ。最高裁の判決が出とったに、判決さえもその国も守らんて。環境大臣の小池百合子でございます。認定基準の見直しを行う考えはございません。あんたはどうしますか。あんたも親でしょ。何十年も取り返したことを褒められたことですか。この判決をよく読んでは、50年判断条件が違法である。この小さい点々の細胞、最も多いやつ。こういうとこがやられてる症状が皆さんにあるという。血の中巡って、脳の神経細胞、脳の細胞をやっつけてしまう。メチル水がどの程度その人に影響を与えてるか、視覚やとか聴覚やは、見て聞いた時に相手の話してることがよくわからない。まあ、医学的な知見のその集約だとか、それをきちんとやってこなかったと。これを飲まんことにはね、大変なんです。頭が痛くなったりなんかして。ほんともう動けたら持ってって、県知事にこれぶつけてやったぐらい腹立ちますがな。お気持ち、あなたの気持ち。法律的なシステムのことは聞いてません。システムの中でしか人は動けません。国に従わなくても、あなたたちが心を開いて患者に何でもしようと思うな、救う気持ちがあればですね、何でもできないことはないと思います。熊本県の敗訴が確定したものと、この長年のご労苦につきましては、お察しを申し上げたいと。お察しを申し上げたいと。謝ってください。与えたことについて謝らないって書いてあるよ。ちょっと待ってください。謝らないって書いてある。裁判勝っても負けてもどうでもいいの。滅裂水銀じゃ感覚をやられるのね。嫌なのそういう感覚がなくなるっていうのが。